はい、えー、こんにちは「レトスのおです」5月7日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます「宅建の勉強は一人孤独にただひたすら頂上の見えない山道を歩くようなものです」「不安になる時もあるしやる気を失って前に進むことを諦めてしまうそういった方もいらっしゃいます」「状況はみんな同じです」 しかし自分を鼓舞してみてください。決して最後まで諦めないで勝利をつかみ取りましょう。それでは3問に入ります。A が被用者 B の行為につき C に対して使用者責任を負う場合で A が C に損害賠償金を全額支払った場合。 B に濃い、または重大な過失がないときは、A は B に対して求償権を行使することができない。丸か罰かという問題ですえ。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。と問題文の状況としては、被、えー、用者 B、まあ、従業員 B ですね。従業員 B がいて、まあ、使用者の A がいますと。で、A が被害者に対して、まあ、全額賠償金を支払ったんですね。 で今回、この従業員 B が加害者なんですけれども加害者にまあ濃い、または重大な過失がないと、まあ、いった状況なんですね。まあ、なので、多少過失があったぐらいのイメージですね。で、その場合、A はこの B に対して求償できるかと。で、求償権っていうのはまあ請求権っていう考えてもらってもいいので、まあ、全額賠償した A さんが B に対してえ一部、もしくはまあ全額請求することができるかと。 いうこ答えは、これ、求証することはできるんですね。なので、誤りです。使用者、まあ、会社等ですね。A が被害者 C に損害賠償金を支払ったときは、使用者は従業員 B に対して求償することができます。でこの従業員の故意または重大な過失、これがあろうとなかろうと、これは関係がないんですね。まあ、よって誤りになると。 でえ今回のポイントなんですけどももう一つあってそれが求償できる金額なんですよ、まあ、どれだけ求償できるかどれだけ使用者が費用者に請求できるかというこの金額なんですよねでこれは判例で損害の公平な分担という見地から審議則上相当と認められる限度を求償できるって言ってるんですよで、まあ、これねすごくわかりづらいこれ言葉言い回しなんですよね、まあ、イメージとしては 使用者が、まあ、ちゃんと監督してなかったとか、まあ、変な人選任してしまってたとか、まあ、そういうふうに使用者の責任が大きい場合っていうのは費用者に請求できる金額は少なくなるんですねで一方で費用者の方が責任が大きいという場合は求償できる金額が大きくなると、まあ、そういったイメージでも全然問題ないですそして使用者が、まあ、この社員ですね従業員に求償できる 理由なんですけども、これ考えると、まあ、使用者は監督とかね、選任の責任はあるにせよ、不法行為を行った張本人はこの社員 B なんですよね。従業員 B なんですよ。だから、まあ、会社が弁済したのであれば、悪いことをした張本人に対して、まあ、いくらかはね、求証できるというのは、請求できるというのは当然だというふうに考えれますよね。なので理解していただければ、これは全然簡単な内容ですね。問い2ですね。取引士、宅建士は、常時取引師匠を携帯して、 取引の関係者から請求があったとき、提示することを要し、これに反したとき、違反したときは、10万円以下の過料に処せられることがある、○か×かという問題ですね。で、え答えは×え罰です。取引士は取引の関係者からえ請求があったとき、まあ、取引書を見せてくださいって、えー、請求があったときは、取引書を提示しなければならないんですね。しかし、ししかこのルールーに違反したとしても、 過量に処せせられることはありませんえつまりえ今回の問題は10万円以下の過量って書いてありますねこれが誤りなんですねつまり宅建業法違反にはなるけれども罰則の規定は適用されないと罰則はありませんよっていう話なんですねでこの部分細かいんですけども、えー、こんなことも出題されるんですねで、まあ、どうしたらいいのって思われるかもしれませんがもうポイントをちゃんと押さえていく勉強をするしかやっぱないんですよ で独学の方だとそのどこがポイントかを見つけるのっていうのはすごく難しいんですね、まあ、これはですねもう過去問を自分自身で分析しながらどこがポイントかっていうものをもう見極めていくしかやっぱないんですよ、まあ、短期講座であればここポイントですよここ覚えてくださいねってお伝えすることできるんですけれども独学だとそこを自分でやっていかないといけないんですよねなんでもうそういった方はもうとりあえずもう覚えていくしか、えー、ないので 覚えながらまた過去問を解きながら過去問を研究して整理していただければと思います問いさんです宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4メートルの擁壁の設置に係かかる工事については政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない丸かバツかという問題ですで答えは これ誤りですね。4メートルの擁壁の設置であれば、まあ、政令で定める資格を有するものの設計によらなくても大丈夫です。下記2つについては、一定の資格を有するものが設計しなければなりません。5メートルを超える擁壁の設置。霧土または森道をする土地の面積が1500平米を超える土地における排水施設の設置。これらについては、 一定の有資格者による設計が必要となりますではこの一定の有資格者って誰なのかというと例えば土木家とか建築家の大学を卒業して土木や建築の技術職として2年以上の実務経験があるものなどを指します、まあ、建築士とかもこれに当たりますまた高さ5メートルの擁壁というと2階部分に相当するぐらいの高さなので、まあ、それなりに高い壁ですよね これ崩れたら危ないので一定の有資格者による設計が必要だということになります今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました卓球試験の合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの小野でした